cosita de... まず人参を入れて歌って何のおもちゃが欲しいかを言ってそれで寝て次の日になったらおもちゃがあるかもしれない。はい、ということで人参を入れます。で、暖炉の前で歌を歌います。シンタが帰る日まで、これを毎日やります。そうするとピッチャーね、家来たちですね。が、ここにお菓子を入れてってくれたとしたら、まあ、いい子だっていう証明になるわけですね。これ12月に5日まで毎日やりましょうっていうオランダのイベントです。で、お願いします。はい。これ入ったら見えない。これ入ったら見えない。大丈夫です。で、しっかり歌わないとピッチャーに聞こえないよ。せーの、シンタクラスカポーチェ、これは今すぐチェ、これは今ラッシェ、ダンクシンタクラッシェ。そこ日本っぽいな。あそこに置いてあるのがお手紙ですね。シンタへって書いてあるわけね。来たらいいね。はい、ではおやすみなさーい。はい、ということでいかがだったでしょうか。オランダ文化、こっちに来てからね、新鮮だった文化もいろいろ紹介していこうと思ってたのに、いつの間にかポケモン動画になっちゃってね、あれだったんですけど、これからね、どんどんオランダ文化紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録と、あと他の動画もぜひ見てみてください。オランダのこういうこと知りたいみたいなね、コメントもお待ちしております。じゃあ、またねー。